Mike check yo、極東の坊主念仏のようにスピック蹴まりテイク指ライム上手にキック下手の横好きが今やこれ口のりライフのすべじゃの道はヘビー、飲むか飲まれるか日々システムブルースはヘビーだが心配ないぜベビー Yo ベテランのマイク慣れっこさこのままマイクフェクチョーとの小材のこうライムが明日を生む絶えず本物の real 俺は俺らさ知らぬ続く続けが real なん違う嘘も通せば真実になる負の破壊こそ金の戦士になるメッキでも光らせただ ever shining 忍耐 tough and 精進空手や showing yeah お前に立つ前真正面 I'm ever shining we ever shine yeah 始まったぜ yeah she's of steez 岩倉 TV yeah俺がゴッチワン、ゴッチワンショーこんばんは、お久しぶり、2ヶ月ぶりかなよ、今日は作ってくれた伊藤ちゃんがオープニングニューアニメーション俺の弟の絵をうまく分解してアニメ化してくれたぜいえ、今日も喋り倒していくぜ俺がゴッチワンそして今日もご意見番いえ、ここにいる根津子しげる in the house represent growth いえいえいえそして今日のゲストを紹介したいと思います、水戸の重鎮、南町で、ずっとお店もう何年ですかね6年目なんですか8年ですか全然2年間違ってましたねニューヨークをね、そうですねニューヨークからダイレクトに、商品を届けておりますアパレルショップスピナーズの店長剛くんですすいませんよろしくお願いします和田剛恐縮です恐縮ですいやもう剛登場を待ってる人も結構いたといういや待ちに待ったミスター剛ミスター剛青り好きでしょみんな青り好き青り好きそうあのうるさいあの店員としてね店長として熱い。そうそうそう。普通にあのお店に行って洋服見に行くんだけど説教してされて帰る。いきなり客足が遠のくようなあれなんですけど。そういう場合もありますね。そういう場合もあるね。うん、前にいろいろ手厳しいけど、はい、そうそう。でもすごいこういろんなカルチャーに精通した、はい、人間でありまして、ね、あのいろいろこうまあうるさいけどその分いろんな情報をダイレクトにニューヨークからあの届けてるお店で。ね、あれですけど、アンダーぶち上がって、まあまあ、インポートショップですね。そうですね。そうですね。古くはあのグランドゼロっていう、お店があって、その頃から店員、ずっとやって、まあ、みんな B ボーイたちの、ね、あのウェア関係
になってきましたけども今も店員ですけどね今も店員だけどね、まあでも社長ですからね一応まあスピナーズっていうね、そのまあそのまあ回り続けるね、まるでライカローリングストーンって感じで右肩上がりで坂道を登る石みたいな感じですよね。間違いない、すごくよく言ってくれましたね、うん、坂道を転がり落ちるわけではないっていうね、はい、うん、登っていくからっていう話、上がるからみたいな、うん、上がるしかないでしょみたいな。そうですね、で、はい、今でもまあそう、今こう、まあ、地方とかのインポートアパレルショップになると、はい、だいたいまあね、あの買い付け屋さんとかに頼んだりとかっていう、やっぱこう財政厳しいから自分の足でなかなかアメリカに渡って洋服を買い付けてくるっていうお店も少なくなってきてると思うんですけど、つよしはその中でもなんとか捻出しながら未だに自分の足で目で見て確かめて、そうだね、ニューヨークに行ってるわけですけれども、まあどうですかっていうか、最近まあもうゼロからやってた頃とまあ比較してっていうか、ニューヨークの現状とかって、まあ未だに楽しいだろうけど、はい、あのいろいろ雑誌とかでもやたらそのニューヨークキャンペーンとかね、はい、まあ俺的にはなんかあれ、なんかこう政治絡みあんじゃねえかなと思うんだけどね、アメリカ結構財政難があるから。そうですよね、そうそう、なんかまあ外貨獲得のためにね、まあ観光客っていうか、全部みんなつながってなんかやってんじゃないかな、あるんじゃねえかなっていうのはちょっとね、あるなとは思うんだけど、まあ、でもまあね、あの先端の街でやることはもう間違いないし、はい、未だにまあヒップホップもそうだし、はい、ね、洋服関係、はい、当然そうだけども、音楽関係からカルチャーのまあ発信地っていうかね、世界規模で見たあれでも相当なまあにぎわいを見せては。そうですね、ただストリートブランドはちょっと弱くはなりましたけど、うんうん、はい、もっとまあパソコンと一緒で、うんうん、もっと幅が広がりましたね、あの見るもうジャンルとか関係なく。なるほどなるほど、はい、それはあのヒップホップっていう視野から見てもそうかなと思うよね。そうですね、音的にもそうですし、ね、いろいろまあ EDM だったりロックの要素とかっていうのはもうこの10年間でいろいろ取り入れられたりとかしてね、はい、あの90年代の音とは相当変わってきてるっていうのは相当あるからね、はい、うん、まあ服とかでも相当そうだよね。そうですね、もうかなりもうミクスチャーぶりを見せてるっていうか、もう細身もいますし、ね、太めもいるしね、90年代っぽい服もいますし、あえてわざと今してるやつら、はい、若いやつらもいるだろうし、ね、はい、うん、まあその中でやっぱり一家にこう個性を出すかっていうスタイルがやっぱり未だに熱いかなっていうのは感じますね、うん、まあ、ね、個性的だよね、まずね、個性的ですね、まあ、自分がどういう人間であるかっていうアピールがちゃんとできてたりとか、アピールね、はい、そうですね、まあ、そういう感じで今日はちょっと剛くんのこういったあのニューヨークの話やら、スピナーズの内容をというかね、剛の人となりにも迫っていきたいんですけれども、うん、今日もハッシュタグちょっと出していただけますか。今日もこうあのメッセージ送っていただければ、はい、そこにあのツイッター今出てますね、はい、シャープいわきら、何でもそうだね、なんかまあ剛に対してのご意見だったり、そうそうそう、しげるしっかりしろっていうことだった、そう、前回もねちょっと話ずれちゃうんだけどね、ちょっとね本当に、いや前回なんで亡くなっちゃったかっていうと、そうそうそう、伊藤ちゃんが気になったところもあったんですけどなるほどっていうね、うん、本当にすごい深すぎて、どういうこと？いやもう、あ、前回の内容ね、納得するところが多くて、納得することが多かったから多かったら、まあそれはありがたいですけどね、はい、ちょっとなんか外しちゃおうかなと思ったんですけど、うん、あ、そうね、番組壊しちゃいけないんじゃねえかなっていう、いや壊れてないよ壊れてないよ全然ですよ ね、逆に視聴率を上げてんじゃないかっていう、うん、でもまあ、 あの前回のコメントの訂正でと一部分であるのは、そのしげるの姉ちゃんがしげるに対してこのキツネ野郎って言ったのはあの間違いでして、ネズミだって、そうそう、このネズコっていうのが正しいあの表現だったっていうのを今あの訂正、何も言えない、お詫び訂正、ちょっと、はい、誰も知らないみたいな、どうでもいいよ、よくわかんないよね、いやいいですよ、ああで、まあ、この2ヶ月ぐらい空いちゃったんですけど、実はその前回イバキラのスタッフがちょっと別の仕事で忙しくて、ね、流れたって言ってたんですけど、実はしげるが歯が折れてスケートで歯が折れちゃって、歯がないから出たくないから、いやいやいや逆に出たかったんですけど、綺麗に入っちゃってね、でもまあ歯治ってよかったですね、ないうちで鼻だったっていう、まあ、うん、滑りを見せすぎてあの板が当たって折れちゃった、まあ怪我ではないですから、スケボーできるっ
イコール怪我じゃない。うん。でもなんか久しぶりに歯が入った感じ見るとなんかちょっと違和感あるね。やっぱり。逆に笑われちゃうっていう。なんで、なんか歯が入った。うんね。ちょっと笑われちゃって。ない方がなんかこうすげえやさぐるキャラ立ってたよ。でも今日はしげるがゲストじゃないから。はい。まあまあちょっと盛り上がっていきますね。まあまあそうだね。でもまあ、ね、上がってます。上がってますね。ボナーであり、はい、ね、ボナーってまあスケートチームね、もう今はもうベテランになって誰も言うこと聞かないあの自由なチームになっちゃったから、しげるが集合かけても誰一人集まんないみたいな。当時20年前ぐらいですかね。まあそうだね。スケートチームありました。で剛はその頃はまだ大学生で CFC っていう。あ、そうですね。はい。はい。健太さんね。さん今新潟にいる健太さんですか。まあ我らが兄貴ですね。はい。うん、まあ、師匠。はい。まあそのくらいから本当つながってたもんね、うちらってね。いやもうそうですね。17、8ぐらい、18ぐらいですね。そうですね。スケートもやってたもんね。そうですね。そうですね。時は大で来てくれましたもんね。そうだね。時は大。あのひとぴーくんと、はい、ね、そうだね。ケンスさんとワンツーね。勝手に大学のなんかレストランとかあのカフェに勝手に普通に。生徒のようにいるっていうね、はい、生徒じゃないのにいつもいるみたいな、そう、ケントさんとかもいつこの人授業出てんだよみたいなね、いるからね、いつもカフェにいるみたいな、うん、懐かしい話、ね、見てますか。見てないと思うけど。あ、そうだ、あと剛が結婚したんですよね、はい、ありがとうございます。全然です。おめでとう。ありがとうございます。実は結婚マジで入籍しました。あ、はい、もうちょっとなんですよ。あ、そうだ。あ、ごめん。あ、そうだ。はい、今日決まって、はい。そう、おめでとうございます。身を固めて、よりその安定した。全然知らなかった。そうなんだよ。いや、これでますますね、スピナーズもこれね、外せない。出ればいいですけどね。よりスピニングしていかないと、はい、話ですね。バウンス並みに跳ねてる。そうだね、バウンス並みに、うん、そうだね、跳ね転がるって感じで、うん、どんなダートコースもお構いなしで、うん、そうだね、ノーサスペンションで行くかみたいな。そんな感じですよね。まあ、常にドリフトなんですけど、まあこれこのままどんどん余計な話で進んでいっちゃうからあれだけど、まあとりあえず、まあ、そのインポートっていうことなんだけど、はい、まあ、基本的ラインナップっていうか一応こう紹介っていうか、あのね、まあ洋服だからまあ定番的な例えばポロとか、そうですね、まあね、そういったものとかスニーカーとかってことになってくるんだろうけど、はい、まあ、まあ、あとはもう本当にニューヨーク見て一通り、まあ、自分の軸って言ったらなんかこうどの軸って言われちゃうんですけど、うんうん、自分の軸に伴ったもので、うんうん、あのあとお客さんのことを考えて、うんうん、あと地域のことを考えて、うんうん、それに似合った商品のセレクトには、うん、今するように自分のお店のこうお客さんの、そうですね、の、うんうん、とかあと面白いかどうかとか、うん、あいつこれ好きそうだなとか、とか、はい、うん、これネタになるなとか、うん、今ニューヨークでホットなやつとか、うん、まあもう本当いろんなものを含めてじゃない、さっきのあのジャンルレースじゃないですけど、ね、はい、最近だからすごくこうなんかグッズも増えてきてるよね。そうですね、グッズは小物が最近はあのネクストで多いですね。俺的にはあの坪野のあのサッカデリックとかね、あの、はいはいはい、金消しのね、あのああいうちっちゃいような、今もう結構外国 の、 あのローブローアーティストの中で、はい、金消しっていう言葉自体も別にもうあの定番の言葉になりつつあるらしくて、金消しっぽいわざとその原型を作ってこんなちっちゃいゴムで型抜きして、はい、金消しっぽいんだよ、だからポーズとかもみんなちょっと金消しっぽいじゃない、確かにそうですね、実はそうなんだね、金消しのオリジナルですね、そう、まあ金消しって言うと、まあ、日本のアイコンフィギュア系プロレスのやつとかいろいろ昔からあったけど、はい、でももう金消しってそのままローマ字で書いてあの金消しって載ってたりとかするぐらい、うまみみたいなもんですか、まあ、そうだね。すいません、ありがとうございます。無理やり合わせそうだねそうだねみたいな、流したみたいな感じになっちゃったけど、うん、でもああいうこうサッカデリックとかね、まあ、なんだっけ、あ、コットンキャンディー、そうですね、コットンキャンディー、はい、知らない間になんかまずいのこのワップみたいな、あれ女性の、やめてください、
そうですね。いやモニターにいつで俺ってなんで、うん、でしかもしげるさん喋ってること関係ないこと喋ってるから、ね、もう常に。あそうですね。妨害してますからね。妨害しに来てるじゃないよ。もうついに3回目にしてあの開き直るスタンスに。まあ、聞きます聞きます。あじゃあ聞きますじゃねえよ。でまあ大丈夫だけど。はいうん、で、で、で、あのまたちょっと横にずれてきてる、うん、戻そうと。でもまあお互いアパレル関係やってるわけだけど、まあ、まあ今水戸の街中で言ったらさ、普通にもう、はい、ね、週末なんか言ってもこれ、え週末のあの水戸っていうぐらいこう本当人いない状況で、ね、まあそうですね、まあでもうちらの中ではまあ夜な夜な人がいなくなってから滑り出すっていう、うんまあ、スタイルなんで、まあ、まあそれはね滑るっていうことはまあそうだけどね、そうですね、まあ昔と比べると多少滑ってるね、やっぱり常に滑ってますから、ね、ナイス滑り見せてると思う、夜な夜な遅くまで、うん、滑ってたんで、はい、でもまあお店自体は基本的にまあ見てるのはまあ、うん、あの兄者とかが基本立ってるんだろうけどね、うんうんうん、そうだね、まあでも今だから厳しい状況の中でもね、うんそうですね、まあ、特殊なショップですから、ね、楽しんでもらいたいというか、やっぱりさ、前もあのスピナーズ行った時に、うんはい、いや勝田から通販すよゴッサンみたいな、まあ、たまに水戸でもあるよね、あ水戸でもあるんだ、うんうん、まあ忙しいのかもしれないですけど、ね、そうだそう思うと、うん、なかなか行けないっていう、ねうん、来てよってやっぱり思うよね、その来て、うんまあ、で 目で見て試着してとかね、そこでやっぱり決めてもらいたいっていう、まあ、よくなんか特にサイジングとかもあるし、うん、シルエットもあるし、そうやたらそのしかもその通販するくせに、うん、あのサイズやたらうるさいみたいなさ、うん、あの何センチ、竹何センチなんですか、まあ、幅、うんまあ、パンツなんか履かなきゃわからないからね、まあ、説明するけどみたいなことだけどね、うんまあ、だったら来て、うん、その試着してほしいし、うん、そうです ね、うん、それ以外にその服に付随する、まあカルチャーありきの服だったりするわけじゃないですか、通信とかだったらまあね、はい、ヒップホップで、シゲルとかだったらスケートっていうことだから、はい、そしたらやっぱり服買うのと同時にいろんなこう情報とかなんか面白い今ホットな話とかが、あまあそこをできるわけじゃないですか、ショップっていうのはやっぱり一番そこなんです、ねうん、まあこの2人で言ったらもう本当ホットすぎるぐらいあのホットなやつなんで、あのもし出会ってあの接客なんてことになったとしたらもうちょっとうるさいなってことぐらいのあれは初対面はちゃんとあの一歩引いて、ね、お客さんの意見をね、まあまあそうですね、聞いてから始まる、うんうんうん、でもまあその今日は置いてきちゃったっていうけどレコードも置いてたりもするし、そうですね、そうですね、そうですね、あとローカルの CD とかね、そうですね、今日ちょっと紹介するのでね、地元の CD をちょっとお店で取り扱ってる、そう、まあ熱いやつらの CD しかうちはお金っていうぐらいの、いや、ね、まあそうですね、いや、いや、強しセレクトの、まあ、CD なんで、うん、ちょっとじゃあちょっと立ててみます、はい、ちょっとじゃあまずそうですね、これはあの UPT って言って近く の、うん、あの下にある、はい、あのそろそろあるんですね、せがね、ミスタービハード、ビハード、ビハード、ビハードの CD、DJ ビハード、ビハードですね、せがねの CD ですね、結構前のタイトルになるんで、はい、なんかまあキラキラしてる感じに見せて、すいません、すいません、今キラキラ、はい、毎回間違いないですね、申し訳ないです、ビハードいい DJ なんですよ、うん、この間あの神奈川行ってあのサイプレス上野のイベントとかで、うん、あの回したりとかあとこの間ドリップあの神奈川ですね、はい、それもやっぱり行って、はい、あのダイナリデルタフォース、のイベントとかに行って呼ばれて DJ したりするぐらい、そうそうそう、見た目は全然あの B-boy っぽくはないんですけど、まあおしゃれなやつ、音のセンスも相当いいですね、そうですね、うん、もう結構前になるけど、まあ、バブルでグリーンピースサウンドとか、あ懐かしい、そうですね、うん、まあ、結構いいイベントで、いい DJ です、うん、最初は話してくれないけど、あの慣れてくると面白いやつ、そうですね、まあ、スーパーシャイな、シャイですね、スーパーシャイ、シャイだけどプレイはシャイじゃないみたいな、プレイは全然シャイじゃないね、DJ プレイになると DJ はすごいみたいな、本当に、ね、相当攻めなやつね、はい、続いて、しますか、まあ、そうですね、日立の、これはもう地元でもうずっと長い DJ スー、ちょっと透き通っちゃってね、緑だけ、ちょっと緑のところが文字抜けしちゃってるけど、はい、これ DJ スーはあのニューヨークの DJ プレミアもブログで取り上げてくれたというぐらい、はい、まあ選曲
後者というか、まあそうですね、クラブプレーは相当定評あるですね。いいっす。柔軟っすね。柔軟っす。本当にもう安定して聴いてられる。そうだね。日立を代表する DJ ですね。はい、SUU スーちゃんです。長いですね。長いよね。もうベテランだね。はい。かなり長いです。そうですね。酒強いっす。酒強いっす。酒も強いっす。全然潰れないっす。うん、酔っ払っちゃってて全然酔ってないよみたいな。そうだね。レッドとチョイスがいつか潰してやろうと思ってるらしいけど潰れないらしいですね。DJ スーいい、ね、スーちゃんのやつもいいっすね。いいっすね。そして次トミケン。トミケンいきますか。やっぱミックス CD。ミックステープ。これは女の子も聴きやすい、ね。そうですね。トミケンのシリーズで、はい、ラブゲームって言って、R&B とか、ね、はい、中心のミックス CD なんですけど。うん、女の子とかもやっぱね、R&B 入りやすいというか、好きだからね。トミケンも頑張ってほしいですよね。そうだね。はい、頑張ってやってる。うん、頑張ってやってる。このだってシリーズも今いくつまでいってるの？かなり経験してるんですよ。70って半端じゃないよね。はい、70いってる、うん、やばい、はい、うん、こち亀抜こうと思ってます一応俺 の中学の後輩昔から知ってますからね。初めの1個ぐらい行ってんじゃないですか。次行こう。次は土浦の方の、あと港の、はい、そうだね、はい、パールプ プとカートマン、カートマン、はい、これ最近のでアストロレコードっていうあのレーベルを主催しているカートマンと、あとサンシャイン、サンシャイン、そのパールプですね、はい、そう、これもどっちも EDJ ですね。そうですね、これも地元で頑張ってずっとやってる DJ なん で、そう、2人ともいい味が出てるっす。これかっこよかったっすね。はい、うん、よかったっす。これも変わらずあの地元の DJ の CD で、そうだね、はい、カートマンとかも何気にもうベテランの域に、そうですね、うん、達してきているというか、はい、うん、やっぱり今紹介してるのはみんな選曲校舎っていうか、まあ DJ で選曲うまくない DJ はもうダメなんだけどね。だからもう今紹介してる DJ は間違いないです。そうなんですよ。間違いなくあのすごい現場もやってますし。そうだね。はい。うん、あれもいい CD だと思うんで、うん、より頑張ってほしい。いい CD、うん、はい。茨城の DJ として。ちょっと紹介させてもらってる。はい、で最後は。最後はあのユートライブっていう。ユートライブ。これも土浦の方の。おお。はい。カートマンなの。の周りではあると思うんです。近いところで。はい。これカートマンとかモンドがやっぱあの間違いなく引っ張ってるから若手も相当土浦は相当熱いよね。そうですね、土浦は熱いですね。熱いよね、はい、これギガーが多い。これは新譜チェックするのに500円っていう安い、安くて、はい、うん、本当にあとニューヨーク行ってラジオなんかいつも聞くんですけど、うん、もうラジオしか聞いてないんですけどもう本当にラジオで流れるようなのがこの1枚に本当に入ってて、ああ新しいのチェックするのにはホット97とかそういう感じですか。チェックするのにはすごいいい CD だなっていうか、それを500円で買えるっていうのもなんかリスクを負って頑張ってやってる。なるほど。でも500円でチェックして気に入ったアーティストの例えばアルバムをチェックしてみるとかの入り口に超にもなりますし、いいね、はい、いいですね、うん、はい、そういったように こういった CD も、はい、茨城の地元の CD もそういっぱい DJ、はい、というかまあ DJ の数、まあ、ダンサーも当然今その必須科目とかになってるからクラブ来ないダンサーとかすごい多いけど、はい、DJ 質の高い DJ すごいいっぱいいるからね、クラブにも来てほしいのもあれだけど、まず入り口としてこういったミックス CD、ね、そうですね、楽しんでほしいですね。でも地元のやつだっていうのが、そうだね、はい、はい、地元のやつだっていうのはすごい大切ですね、はい、大切であって、うん、はい、うん、そうだね、はい、はい、もう地元のカラーっていうのをすごくやっぱりスピナーズをこうやっぱ大事にしてるっていうか、そうですね、それが地元のカラーっていうのもね、ニューヨークからダイレクトではあるんだけどね、まあそのミッドポップ、そうだね、そう、それはすごく感じるんだよね、はい、うん、そうなんだよね。だからまあ古き良きもありつつも新しい木もすごいこううまくミックスしてるお店としてね、すげえ頑張ってるお店なんで、ぜひチェックしてほしいなと思って、ね、ぜひ来てください、ぜひ来てぜひ来てくださいってことで、本当足運んで本当にあの、はい、面白い店員なんで、はい、多分これを機会にあのこれを機会に来てくれたお客さんにはすごく優しいと思うんです。本当に諦めましたみたいな感じで、本当に気軽に来やすいお店だと思うんで、そうだね、うん、そうですね、うん、なんとなく気になったらでもね、そうだね、あとまあニュースタッフも、うん、そうです ね、 ね、今日来てるけどあのそうだね、感じっていう感じ、うん、
もう物腰も柔らかくてすごい入りやすい。ヤジ飛ばせよ。そのためにそのためにしたんじゃないかよ。飛ばそうよ。固まってるのこっちだぞって言ってねえかと。いや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 。テロップ持つと言えないでしょみたいな感じ。書いてる。オッケーですみたいな。いきなりそっからね、それはないでしょ。みたいな。俺はびっくりしてる。ね、そう。まあその通しもうまく。はいはい、ね、はい、新しいこう血も入れつつのこう若いお客さんとかにもだから、うん、来てほしいです ね、うん、入りやすいようにこう感じとかを入れてみたりとかして回してるって感じなんで、ね、はい、一声なんかこう殻破ってもらえれば、ね、あの居やすい場所だと思うんで、本当本当、はい、うん、あのその初めの一歩じゃないですけどまず一歩じゃないよじゃないけどあ、初めの一歩を踏み込んでみたら、踏み込んでもらえればみたいな、はい、そういうことだね、はい、あ、間違いない間違いない、ちょっとこう最初はみんな、俺らも若い頃そうですよ、なんかこうおしゃれな、こじゃれたお店に行くときになんかちょっと緊張するなみたいな、うん、入りづらいなみたいな、それが新鮮だったりもするんですけど、そうそうそう、はい、入ってみてスタッフと仲良くなることによってすごくこう地元のそういうクラブカルチャーだったりストリートカルチャーとこうつながっていく入り口ができたりするじゃない、はい、何気にそのスケートやってるところにポツンと行ったとしたってね、板も持ってない状態でただスケート見に来ましたっていうのはすごくこう入りづらいかもしれないけどさ、うん、クラブにポツンと来て、うん、誰も知り合いいないみたいな風で入りづらいかもしれないけど、うん、そういう洋服屋さんからで全然ね、うん、いいなと思うんだよね、うん、なんかこう入る入り口として、うん、まあ一つのきっかけになってくれればいいですよね、そうだね、要素の一つ、うん、カルチャーの一部分であるっていう感じで、うん、はいはい、まあ語れば語るほどなんか堅苦しくなっちゃったりもするから ね、あれなんだけど、はい、でもまあすごくこう面白い商品構成だと思うんで、すごく何かこう引っかかるものは置いてある感じですね、うん、本当に、うん、だからネットオークションとかそういうものだけでは本当にこう伝わらないというか、ダイレクトに今ホットなものっていうものを見たければやっぱり足げく通ってほしいなと、うん、ね、はい、そうですね、あとガラナとかもあるしね、ちょっとガラナとかを今別にこれプレゼントじゃないんだけど、これプレゼントじゃないんですけど、わざわざ北海道からあの剛があの毎回取り寄せて箱で何箱も取り寄せてですね、これあのケーキ漬けのガラナっていうね、はい、50周年記念ボトルの今年でこういうのを飲みながらね、あの剛と語ったり漢字と語り合ったりとかしながらこれはあのなんだこの絵面はこ このジュースに関してはあの自分の店よりも長く商売やってる、まあ、そうだよね、はい、前のお店から自分の忍びとして、ね、はい、で剛が自らガラナの本社に電話をして、そうガラナで、ね、うん、本社に電話して、おばちゃんちょっとでも安くしてよみたいな、頼めよおばちゃんみたいな、いや消費税上げたからね、おばちゃんの今度上げたからみたいな、安くはならない、ならないって上がっちゃってるみたいな、でも本当すっきりしてて飲みやすいんですよね、夏場はシャーベットマンだけど、そうなんですよ、マスクととりあえずガラナ、はい、はい、うん、そう夏場はちょっと半シャーベットみたいなので、もう作れるんですよ、提供して結構難しいみたいな。難しい。あの漢字もそれを今修行中みたいな。毎日朝10分早く来てましたから。もう仕込みでみたいな。来てない人。ちょうどプシュって開けると凍結するみたいなあれなんでね。まあちょっと飲んだことない人はね、ぜひこれ飲んでもらってね。あのまだビギナーだとカチカチになっちゃう。そうなんです。できない。中毒性のある、できない、炭酸飲料。そう簡単にできないよみたいな。なんだよ。こういうあのドリンクもやってたりとか。こういうのもやってますね。そんでさらにガラナの入ってる箱に腰掛けてガラナを飲むみたいな、まあ、ベンチかガラナの箱、そうですね、場所はあのまあ古くは知ってる人なら昔ロックボトムっていうレコード屋さんがあった町の、はい、まああの郵便局の向かいの、郵便局の向かいの愛知で分かれてる、ね、はい、あのなんていう場所なんですかね、昔たこ焼き屋さんだったところの上なんですよ、うん、はい、はい、でそうですね、あと今日は突然あれなんだけど、結構これは全然あのプレゼントじゃないんだけど、剛プレゼントも用意してくれて、はいはい、もうそんな時間ですか、もう結構なもう30分やばい、もうそんな時間ですか、こっちはちょっと更新でマジで、まあそうだね、あ、これマジでやったもんね、もちろんこれその後に、はい、そうだね、
始まったって言ってくれてます、うん、なんかあのエステーターの苦情今回来てないのかな苦情じゃねえって始まったんですよ、もう30分ぐらい経つもうすぐ終わりだろみたいな感じ、ね、もう終わっちゃうんですね、早いですね、結構早いね、早い早い、うん、ダメだったらいつの間にか進んできちゃって、あの今日はその剛からスピナーズからちょっとプレゼントというか、そうですね、ですね、ステッカーとタオル、まずはそうですね、これもまた土浦の商工、そうですね、商工ですね、商工地、はい、ナイス、いいグラフィックデザイナーなんですよ、これなんかサンプリングなんだよね、これはトップでウルティメイトブレイクビーツっていうブレイク集があるんですけど、はいはい、うん、その中の一つに、マウンテンのロングレッドっていうロックの、うん、レコードがあるんですけど、うん、それの日本版の自体をサンプリングして、うん、これサーに持ってったらタオル持ってったらめっちゃ喜ばれたらしいね、そうですね、うん、ニューヨークのシプリームに配ってみたいな、貪欲に貪欲にね、どうなってるか分かんないですけどみたいな、カタカナ好きだからね、そうですね、相当反応してやばいねみたいな感じだったんで、名刺代わりみたいな、うん、もうなんて言うんだみたいな、ね、英語じゃないから読めないから、うんうん、あ、確かに、ね、スピナーズだ、スピナーズスピナーズお前好きはスピナーズ、うん、これでも通じてんだから大丈夫だよ大丈夫、ニューヨークは大丈夫、これでも通じてんだから大丈夫だよ、勢いでいける、勢いで取りでいける、それのタオルですね、タオルを1名様と、こっちをタオル1名様とで、ステッカーを3人に、じゃあ2名様にしますか、2名にします、はい、ステッカー2名セットで2名様にこれ特色をセットして、はい、あの今日のハッシュタグにプレゼント希望って送っていただければ、なんとあの太っ腹のイバキラが郵送してくれるらしいの で、ね、送料こっち持ちで送ってくれるっていうんで、はい、大丈夫です、合わなくて済むんで恥ずかしがりは恥ずかしい人も買える、はい、もしかしたらもらえるかもしれないっていう、ナイトあとイバキラ .tv で、ここにメッセージをください。プレゼント希望という形で送っていただければ、メールをいただければ、うん、抽選でだね。抽選ですね。抽選ですね。うん、3名様に、そうですね、タオルかステッカーが当たるという形になります。はい。はいはい、皆さんどんどんメールを送ってください。レアなんで、貴重なんで。そうだね。はい。かっこいいよね。はい。ぜひ。うん。しょこちリスペクト。間違いないです。やばいっす。はい。よろしくお願いします。はい。まあじゃあもう時間もすげえ早いんで、もう30分にもなってしまったんですけど、今日はじゃあちょっとしげるの、そうですね、おまけコーナーをちょっと今回から作ってもらうかね、ことで紹介したいあれがあるんでしょ。はい、毎月ライフスタイルバードルで、スケートボードのイベントを、はい、開催してます。毎月第3の、あ、そうだ、ランプキャンプってイベントですね。すみません、ちょっと感じ、はい、で、その映像をちょっと今回、はい、V で流せるんで、ちょっとその映像を見ながらちょっとみんなで喋ってみます。いつやったやつなの？これはさっき言った毎月第3金曜日、はい、マンスリーイベントになります。まあ、スケートボード、まあ、音楽を聴きながらまったり、まあ、ゲームから、ゲームから、みんなでパーティーっていう、まあそういったコンセプトでやってます。なんかトリック系のゲームやったり、オーリーゲームだったりとかいろいろ。そうですね。まあその月によってなんですけど、スケートゲームっていう回し技のコンテストになってたり、まあ今回この時はちょうどニュータイプっていう東京のスケートチームがあるんですけど、吉田徹君っていうのが昔のレジェンドじゃないですか。はい、レジェンド。プロのチームがちょっと遊びに来てくれて、うん、はい、でその時のイベントの映像ですね、うん、まあ、こういったゲームもあって、はい、うん、まあ、あと地元の人なんで、でも相当地元のやつもまた前線したらしいよね、はい、甲子園一君とか、まあ、彼 の、 レスケっていうスケートチームの、まあ、プロライダーなんですけど、まあ、たまたま本当何も言わずに遊びに来てくれたりとか、うん、そのタイミングによって結構わざわざ集まってくれるっていうかね、本当感謝ですよね。まあ、こういったフラットスペースもあり、まあ、ランプもありの、うんうん、まあ、ちょっとスケートボードやらない方とかも全然音楽聴きながら酒飲んでたり、うん、クラブ形式でやってるから、そうですね、はい、お客さんギャラリーとして楽しんでもらえればって、はい、で、まあ、その他にも、うん、今前々回から
あのスカーっていう、まあ、架空のスケートショップ、架空のスケートショップを、まあ、立ち上げて、あ、はい、うちの店長の、うん、はい、ミスター VTR 氏が、あのお店をこのランプキャンプ限定で毎月1回だけの開店する僕の広めですね、うん、そこで、まあ、ここでしか取り扱ってないような、まあ、地元のオリジナルブランドであったり、あ、このイベントで買えるの、はい、はい、で、ミーちゃんの、あのスペシャルステッカーであったり、うん、まあ、DVD で、うん、いろいろ物販の方も、うん、本当に品揃えをやってます、うん、ますますマッピーも磨きがかかって、うん、うん、のトップ隊長、トップ隊長だね、はい、うん、よくこの間とか、あの、まあ、前も紹介したけど関東のショック対抗で優勝したんだよ、うん、あ、そうなんだ、そうなんだ、すごいね、すごいよ、念願の、念願の優勝、念願の優勝ね、まあ、うん、関東、まあ、強豪とって、うん、ね、彼これ4回出てようやく、うん、優勝できた、そうだね、うん、なるほどなるほど、まあ、次回ディフェンディングチャンピオンに目指して、うん、ああ、また出るわけ、それは、まあ、そうですね、いつ、それはまだちょっと決まってないんですけど年に1回ぐらい開催してます、うん、吉祥寺の方で、しげるは出ない、俺は何回か出たんですけど前回はその、うん、あ、今回か、今回はちょっとあのドルの方で自分のスケートの方のイベントを開催してたんで、うん、ちょっと自分は行けなかったんですけど、うん、まあ、そろそろまあ、ライダーの方に下に繋げていこうかなっていうところもある、若手育成というか、もしまあライダーの都合が悪かったりとか怪我とかもあった時はまあもちろん自分も出たいと思ってるんで、まあ、そのタイミング次第ですから、そうだね、はい、生涯現役男、はい、まあもちろん、はい、まあ、プッシュできれば現役ですからね、まあ 今のところまだキープできれるっていうね、広まってんな、間口色プッシュできれば、まずスケートボードをね、まあ、そのプッシュから始まって、いや、いいと思う、うん、一番やっぱこうプッシュが大切かっていうか、ストリートでもうそのプッシュ一つで、もうその人のうまさが分かるぐらい、まあまあ、後の過ぎなんで、プッシュ命みたいなところは、まあ、こんな感じでイベントの方を開催してます、うん、ぜひ遊びに来てください、はい、次回は第3第3金曜、第3金曜日ね、まあ、そうですね、11月だと21日に、はい、夜9時からまあ、朝方まで、ドルで、はい、朝方までやってるんだよね、はい、うん、この間なんかの、まあ、佐川がぶち上がりすぎて、あの、あ、佐川をっっ、ね、オーリーで飛んだ、そう、佐川さんも遊びに来てくれてまあちょっとぶち上がった MC も久しぶりに来てたんで、ね、いろいろ大変な佐川なんですけど、ね、うん、でも良かったですよ、今結構、はい、でもちょこちょこいないですか、いや、今いるいる、だからもうそういうところであのハメ外してっていうかストレス発散し て,、うん、してるんですよ、いろいろありすぎて、まあ、ちょっと自分らの先輩がそうやって元気にね、まあそうだね、遊んでくれてって、やっぱ自分も、うん、まあ元気も伝わるし、そう、うん、まあ、水戸はまあそう、ベテランもあの元気だから、はい、まあ、まだまだうちらもやってきたですね、うん、パワーもらってますよね、うん、その辺は、うん、そうね、まあ、その話でつながるかどうかなんですけど、あの明日勝田で、はい、あのストーミーマンデーで、あのガッティ主催の日立杯っていう MC バトルが開かれるんですけども、ストーミーマンデー、そう、はい、それにあの前回あの一応俺優勝してるんでディフェンディングチャンピオンという感じで、はい、まあ一応出る感じです、ね、おこっちゃんもそうそう、でも今回すごい出場者、はい、あのすごい県外とかからもいっぱい来てるので、もう相当熱くなりそうな感じなんですけど、ストーミーマンデー多分ホームページあると思うんで、うん、あの検索してみてください、多分9時か10時、ごめんなさい、こんな、はい、あの、はい、すごいざっくりな情報なんだけど、まあ、駅前からの徒歩5分程度なんで、そうだね、ちょっとざっくりですけど、すごいざっくりなんですけど、はいはい、あのまあ、ディフェンディングチャンピオンってもね、だからフリースタイルってやっぱもう集中力すごいこうやっぱ難しくて、うん、この間あの戦国っていうイベント、ビジョンであったイベントで出てきたんですよ、うん、はい、そうで、まあ、2回戦敗退しちゃったんですけど、あの出てほしいって言われてちょっと、はい、じゃあ出てこようかなと、前回ちょっと扁桃腺悪化させちゃって出られなかったから、はい、ついこの間29日出てきたんですけど、2回戦、まあ、敗退という形になっちゃって、まあ、やっぱその時こうすげえ思ったら集中力ね、そのまあイメージじゃないけどスケートもそうだろうけどね、はい、まあ、そこで負けて次につなげるっていうモチベーションも上がりますからね、まずもう自分に負けてるから負けるみたいなところあるからね、
まあ、でも前線できるようにすげえ頑張りたいと思います、うん、で優勝賞金8万円らしいんで、おー、うん、いやすごいっすね、うん、前回より2万円で、はい、そう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 、すごいですか、うん、いやかなり熱いバトルに、うん、なるはずですね。7時ぐらいからなんか予選の、はい、まあ、出場者が多すぎて、はい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 、7時から予選のバトルが1回あって、うん、もう7時から、うん、だから多分9時オープンなんだと思うんですよ、はい、逆にあのそういう MC だそこはざっくりね、そこはざっくりだからそこはふわーっとにじまらせといて、うん、9時ぐらいだったかな、9時ぐらいだったかな、多分なんか MC バトルって逆にその予選のなんかいろんなキャラがいるんです、それも面白いスタイルがあるんで、それで逆にその予選が面白かったりとかってあるよね、うん、でなんか今また水戸すごくこうなんか、10代のこの、はい、まあ、バトラーというか MC が最後はやってるらしいんだよね、はい、いろんなところ で、 おでその辺も出てくるみたいな、すごい面白いと思う。でガッティはガッティで、まあ、主催だからバトラー出ないんだけど、うん、ガッティ自体は今年の UMB の、はい、あの代表なので、はい、うん、だとくつろと、うん、出る形で、うん、明日ぜひちょっとお時間ある方はストーミーマンで足運んでみてください、うん、ね、うん、それで先ほどの、プレゼントの告知のをもう一度してくれということなんで、うん、先ほどのメールを送る際にですね、このナイトアット茨城いばきら .tv の方にですね、住所、氏名、電話番号を明記の上、メールをください。そうしないと郵送できないということなので、はい、まあ、そうですね、何だったら取りに来てくれてもいいんだけどね。いいえ、でも抽選で、いやいや抽選できないから。まあそれからいきなり、まあ、これ販売もしてるんで、うん、本当に気になった人はスピナーで行って、まあ、購入もできるって、うん、そうですね、購入もできます、うん、はい、そうそう、ありがとうございます、うん、間違いないです。今出てるこのアドレスまで、はい、住所、氏名と連絡先、電話番号ですね、はい、お名義の上よろしくお願いします。よろしくお願いします。残すところもうすでに5分という、あ、ちょっとだけスケートの方のイベントの告知いいですか。はい、11月まず16日日曜日にアスパイアの方で、まあ、キッズのスケートスクール、まあ、10時から開催してます。あとですと、あとその次の2日後、すみません、18日、まあ、第3火曜日にここでしょ、まあ、ドルの方でリーナップのここだよね、ここだよ、めちゃめちゃアップでもいいよ、はい、まあ、その他目だけと、これちょっと一番重要な一番ビッグイベントなんですけど、いきなりしゃがんだスリックリック11月ちょっと静かにしてよあ、そうだね、告知ってごめんね。11月のね、30日に日曜ヒッピーっていうイベントを市民球場の方で開催します。で、このイベントっていうのは、まあ、栃木の、まあ、小山市でお店を立ち上げている PQ ストアっていう、まあ、オリジナルのアパレルショップ、スケートも取り扱うアパレルショップと、まあ、グロースの、合同企画になるん で今回参加費も無料となります。なのでもうスケーター、まあ、スケーターじゃない方とかも普通に見て楽しむこともできるんで、ぜひ遊びに行ってください。で、すごくカクカクしてたんで、イベント日付もう一回、日付もう一回、あ、11月30日です。日曜日。何が何日で？何が11月30日ですか？日曜ヒッピー。日曜ヒッピー、はい、ドルランプスクールじゃなくて、ドルランプスクールなんか紛らわしくなっちゃう、すみません。ランプスクールは18日ね、第3火曜日がランプスクールです。フリスクみたいなの用意しよう、今度、はい、うん、まあ、あと再放送もあるから、もう一回そこで聞いてくれよ。まあ、グロース .com、 あのまだテロップ残ってるから、グロース .com。 お、来た。ここで、まあ、告知もしてあるんで、グロース .com の方と、あとブログの方でも紹介してます。で、もしちょっと気になる方いたら、まあ、スケートスクールも含めて、はい、確認してみてください。以上、はい、どうぞ。ナイスいい笑顔で終わったね、はい、新しい歯がすごくこう輝いてる感じ、もう十分告知した、大丈夫、はい、大丈夫です。でもこの間のこれ持ってきたんだよ、アスパイア。おお、行った何言ったんですか、何言ったんですか、何何実はないんですよ。で、寒いからやめよやめよやめよやめた。もうあざとい、もうそういうの用意してきてるっていう、あるんじゃんみたいな、うんうん、
ない体でって思ったんだ一回そのそれで出ようかなみたいな店閉める前にマッキーで書いてる暇じゃねえかと本当だよねあのこの間そのアスパイアのイベント、はい、あの来てくれた方ありがとうございましたありがとうございましたあのそう告知もうまくいかなかった、まあ、延期した、うん、まあまあソウルメイトそれもそうソウルメイト、はいダンスありスケートあり、うんまあ、バーベキューバーベキューめちゃめちゃ美味しかったですね、まあ、イベントっていうかイベントじゃないライブ自体も、はい、いやかなり騒音のね、うん、うるさいみたいな音小さくしてくれみたいなの、まあ、耳の聞こえないババアが、はい、その、はい、警察呼ぶぞみたいな、はい、謎の耳聞こえないのに警察呼ぶぞだよ、はい、近所のババアがで、まあ、ごっちゃんのライブも含めてさかなり面白かったって盛り上がったから良かったですそうだからあれも直前これこの番組あったんだからさ、うん、歯がなくてもやった方が告知できたのにいやいや本当だな俺それで終わったわけじゃなくて、はい、まあちょっとね、まあ、スケジュール上の、まあ、こっちのスケジュールもあって、うんうん、放送っていうか、うん、まあソウルメイト自体もまた次回もやろうよって話になってますんで、はい、バーベキューもすげーうまかったね、あの腹いっぱいになるぐらいみんな結構食えてたよね、まあ、人数的にちょうどよかったのかもしれないけどね、はい、でももっと来てほしいなっていうのが結構あるね、うんまあ、自然の中で、ねうん、音楽聴いて、ねうん、野外イベント本当にそうアスパイア気持ちいいんで、まあ、冬場はちょっとこの間の時点でめちゃめちゃ寒かったですけど厚着してもし冬場やる場合は来てください、うんまあ、また春先あたりにやりたいですね、うんはいうんまあ、じゃあ最後あの告知だらけになっちゃったんですけど今日本当強しありがとうございます全然です突然 あっという間でしたね本当にいや本当あっという間だったね本当早いみたいな早いね何も話してないじゃんみたいな面白い何もちょっと CD とプレゼント話しただけでまたうーみたいなそうだねまた来てあまた呼ぼうもうちょっとちゃんと、ね、ちょっといろいろそう本当はいろいろこうアート関係とかもいろいろ精通してる人間なんで、うんはいあのもっといろいろ紹介したいと思います、うんうん、今日は本当ありがとうございました剛くんすいませんいやだぜひ、うん、お店の方よろしくお願いしますしてるじゃんここそうだねなんすかまたじゃあ次回そうですね最終、うん、最終金曜日という形にこの番組決まりましたんで皆さんあのぜひあのまた見てください1ヶ月1回です1ヶ月1回という流れで、はいあのはい、やっていく形になりました、はい、ありがとうございます皆さんのおかげですじゃあ皆さんまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございますピースアウトお店お願いしますスピナーズよろしくピース